いつも大変お世話になっております。楽天証券でチーフアナリストをしております、今中と申します。えー、今回は2022年10、月期決算レポートといたしまして、ASML ホールディング、そしてディスコ、この2名柄、各々の半導体製造装置の会社でございます。この2名柄を取り上げて、決算のお話をしたいと思います。まず、ASML ホールディングであります。 一桁ナノ体の微細化世代のロジック半導体を生産するときに EUV 録音装置、これが不可欠なものとなります。5ナノ、3ナノと微細化世代が進むにつれて、生産ラインにこの EUV 録音装置の設置が増えていくわけであります。この EUV 録音装置の100%独占企業であります。また、一世代前の ARF 液晶録音装置、 これもですね、10ナノ台までのロジック半導体だけでなくて、1桁ナノ台のロジック半導体の生産にもまだ使います。この1世代前の ARF エキシン録音装置、これでも90%以上のシェアを持っております。で、他のタイプの古い録音装置でも、大変高い市場シェアを持っている。 露光装置について世界トップの会社でありますこの露光装置といいますのは、半導体生産ラインのまさに中核であります。ということは、この ASML ホールディング、この銘柄については、やはり半導体設備投資、そして製造装置の中核銘柄と申し上げていいだろうと思います。業績を見ていきますと、2022年12月期の第4四半期、昨年の10・12月期でありますが、 売上高は前年比29.0%増と、大変高い伸びをいたしました。第三四半期よりも売上が増えたわけであります。で一方、営業利益、これは営業利益33%と、比較的高い水準にはなっておるのですが、1年前の業績水準が高かったということ、そして実はこの会社の場合、前期22年12月期というのは特殊量があります。 このニュービル構造地、大手顧客は TSMC、インテル、そしてサムソン電子、この3社でありますが、非常に強いニーズがあります。ニュービル構造地についてはですね、これを何台揃えるかで、1桁ナ台のロジック半導体、再生産半導体の生産能力が決まってしまうわけでありまして、 3社ともですね、やはり非常に激しい生産競争をやっているわけでありますので、この EU ブロック装置については非常に強いニーズがあります。そこで、一刻も早くこの EU ブロック装置を欲しいということになりまして、本来でしたら ASML の工場で EU ブロック装置の完成品ができましたら、1回検査をしてお客さんのもとに工場に送ると、そしてそのお客さんの工場で、 えちゃんと動くかどうかの検査、これを研修と言いますけれども、研修をして、研修できましたよというサインをお客さんからもらった時点で収益認識をする、売上高に立てるという作業をやるわけなんですけれども、昨年からですねこの本社工場での検査を省いて、彼らは高速出荷と言っておりますが、非常に速いスピードで顧客工場への設置を進めたわけであります。一方、その反動としまして、研修作業が遅れてしまうと。 といいうことになってまいりまりした、えー、そこで後でごやふをお見せいたしますけども、EU 旅行装置の出荷台数等を販売台数、要するに出荷してお客さんの工場に据えつけた台数ですね、そこの中で、研修を行って収益として認識する販売台数との間に、乖離ができてしまったということであります。 要するに出荷台数に対して収益認識した販売台数が少ない状態になってしまったということでありまして、本来でしたら、この売上高というのはもっと高い売上高になっていたところが、収益認識できない台数ができてしまったわけで、より低い伸びになってしまったということであります。で、一方ですね、こういうふうないろんな手間をかけたわけなんですが、コストはかかっております。特に昨年というのはアメリカだけではありません EU においても ASML はオランダ席の会社でありますので、オランダとアメリカに主力工場を持っております。どこもやはりインフレの影響を受けました。部品会社から仕入れる部品、そして人件費ですね、やはり強いインフレの影響を受けたわけでありますので、そのコストアップによって増益率が鈍化してしまうと、そういうふうな傾向が出てしまったわけであります。 でこのですね高速出荷は今期2023年12月期も進みます。しかしながら一方で、この出荷台数と販売台数とのギャップはこれ以上は広がりません。それから物価上昇率の変化ということになりますと、やはり FRB の利上げが結構最近効いてきておりますので、昨年よりも今年の方が物価上昇率のピッチと変化率というのは鈍くなってくるということになりますと、 今期はですね、やっと売上の伸びがまともになってきて、その売上の伸びに応じて、営業利益の伸びも期待できるということにどうもなってくるということであります。そこで、この23年12月期の会社側のガイダンス、この会社ガイダンスの高安の平均値を取ってまいりますと、売上高が63億ユーロということになります。 1>, で1年前、この高速出荷がですね、始まって、出荷台数と販売台数にかなり大きな開きができたわけでありまして、22年12月期の第一半期、大変この会社としては低水準な業績であったわけですが、この反動で第一半期の予想というのは大幅増収増益になるという見立てになっているわけであります。でそれとですね、この EUB 路構装置、それから一世代前の ARFA 機信路構装置、この2つのマシンがこの会社の主力ということになるんですが、会社側がです、ね、示している各々の機種の売上構成費、それから販売台数、これらの開示からです、ね、各々の機種の売上高と平均単価、これを出してみたわけであります。前期22年12月期の第4四案期。 各機種とも実は大変好調でありました。やはり最後の四半期でありますので、納入、それから研修を非常に活発にやったということであります。EU の抗争地でありますが、第4四半期、約23億ドルの売り上げになりました。1年前が16億ユーロですね。第4四半期が23億ユーロ。 そして1年前が16億ユーロということでありますので、大幅増収ということになりました。そして注目していただきたいのが、一番最後の段の平均単価であります。1.79億ユーロというのが、第4四半期の結果であります。1年前は1.45億ユーロでありました。 1.79億ユーロ、これ、日本円に換算いたしますと、250億円ということになります。実はこの EU ブロック装置というのは、ですねいろんな精密機械、産業機械の中でも、大変高い機械ということになります。 1>, で1年前に比べても、やはり平均単価が上がっているのは、スペックが上がってきたということであります。まあ、今、出荷するということになりますと、7ナのではなくて5ナのさらには3ナの用の EUV 旅光装置になってまいろうかなということなんですけれども、やはり7ナノで使ってた、あるいは5ナノで使ってた EUV 旅光装置よりも、3ナノに向けた EUV の方が単価が高くなるということでありまして、こういったスペック ロックの向上によりまして、年々この EUV ロ行装置の平均単価が高くなっていっているわけであります。これはもう取りもなかさず、コストアップでもあるんですけれども、やはり利益率の改善、これが期待できるということであります。でその下の ARF 液新旅行装置でありますが、これですね、あの一桁ナノ台の7ナノ、5ナノ、3ナノのロジック半導体のすべてを EUV ロ行装置で作るわけではありません。 工程の中には、この ARF 液晶露光装置でシリコンウェアハの上に回路を書く工程、これもあるわけでありますけれども、この ARF 液晶露光装置なんですが、この1桁ナノダそして10ナノダから昔の半導体の露光に使うわけでありますけれども、単価を見ていただきますと、おおむね EUV 露光装置の大体半分から3分の1ということになります。 第4四半期のです、ね、平均単価が6700万ユーロということになってまいりまして、これでもです、ね、やはり製造装置の中では高い方なんですが、EU ブロック装置に比べると安いということになります。 でこの ARF エキシン装置も伸びているわけであります。これですねあの、今、半導体設備投資というのは、決して最先端ばかりが活発に行われているわけではありません。17から昔のロジック半導体の設備も、ですね、自動車や産業機器向けに設備投資が増強されていると。 そういったところには、この ARF 機信録音装置、あるいはさらに世代の昔の KRF 録音装置、こういったものが使われているということであります。ちなみに、この第4四半期につきましては、全機種が増収であったということになるわけであります。 でこの EUV 旅行装置の出荷と販売台数、これがどういうふうに返りができてきているのかということを見たわけであります。この22年12月期の第1四半期からですね、出荷と販売にかなり大きな返りができてきているということがご覧いただけるかなと思います。常に出荷が大きな台数になってて、販売はそれ以下になると。 ということでありますのでこれによりまして収益認識が遅れて増収率が本来あるべき増収率よりも低下してしまうということでありますで、そこにインフレの影響があった結果前期の増益率はそれまでに比べても低いものになってしまったということですただですね今後を見てみますとこの四半期ベースで見るとまだこの出荷と販売台数との差というのはですね 四半期によってばらつきはあるんですが、年度で見ますと、かなり安定してまいります。ということは、売上の伸び率は高い状態に持っていくと、当然、売上の伸びに応じて利益も伸びるという形になってまいりますので、今期については比較的高い率の増収増益がおそらく期待できるであろうということであります。 受注を見ていきますと、ASML の受注高であります。全社受注は第3四半期が過去最大でありました。EUV 録音装置だけを取ってみますと、第2四半期が過去最大でありました。第4四半期はですね、ちょっと落ち着いた状況になっております。でまた、本期に入ってからですね、新規受注 EUV も、それから ARF、新路光装置等々もですね、また受注入ってくるだろうと思いますが、 実はですね、まだまだこれ、生産能力が足りません。そういうことで、受注残高が傾向的に上がっていっているということであります。2022年の12月末の受注残高でありますが、 億ユーロとということになりましたちょうどですね22年3月末が296ユーロでありますので、かなり受注残高が積み上がっているということです。この中の主力はやはり EUV 録音装置になるんですが、AIMF 機信録音装置以下の旧世代のものも結構、比率としては多くなっているみたいであります。 でこの404億ユーロというのは、ですね年間売上高を大きく上回る水準になっているということであります。で今後、ですね年度ベース見たときに、EU の構装置やはりここが主力になりますので、どういう風な伸びになっていくかということであります。えまず出荷台数については、21年12月期が44台でありました、で22年12月期が54台でありました。 今ですね、この出荷台数が ASML の e u v 旅行装置の年間生産能力と考えていただいていいです。年間生産能力いっぱいいっぱいまで作って出荷しているという状況であります。そして23年12月期の会社計画が約60台の出荷ということになります。 で出荷とです、ね、販売の差、少しずつおそらく縮まってくる可能性がありますので、おそらく販売台数は50台前後ということになろうかなと思います。 で会社の目標としては、2025年12月期に出荷台数イコール生産台数といたしますと、生産能力約90台というのを見込んでおりますで。これは現行の機種でありまして、もう一つですね、この先、26年ないし27年になりますと、h エ n エ a という。 おおむね1.5なのから先の最先端のロジッ半導体を作るための機種、新世代の EUV 録音装置になりますけれども、これの生産能力を約20台もしたいということであります。そして EUV 録音装置だけではなくて、旧世代の ARFX 録音装置等の生産能力もこれから拡大していくということになるわけであります。 でまあ、このあたりを見積もって、ですね業績予想を立てていきますと、前期については増収率、その前の期に比べてガクンと減りました、そして営業減益になってしまったということなんですが、もうこれは、ですねその高速出荷によって、出荷を最大限優先して、研修を後回しにしたことによって、さらにそこにインフレが来たと。 というこにによっって若干なながら元気になったわけでありますで今期についてはです、ね、高速出荷ですね、出荷優先というのは続くんですが、出荷台数と販売台数の多さ、これが今以上には拡大しないというふうになりそうですので、増益収率に見合った増益率。 期待できるだろうと思いますで会社側の通期のガイダンスでは、ですね売上高で言いますと、25%以上の増収ということになっております。そして、売上総利益率が22年12月期約50%だったわけですが、これよりも若干高めであろうというふうにガイダンスを出しております。まあ、こういったところを参考にしながら考えていきますと、本期23年12月期の売上高、265億ユーロ。 前年比で25.2%、そして営業利益は83億ユーロ、前年比で27.7%という、逆転証券予想と、私の予想としたいと思います。そして、ですねこの24年12月期についても、ですねその次の期についても、結構高い増収増益が期待できるのではないかなというふうに考えております。 始まった期については、ですね、EUV 露光装置については、引き続き生産能力を上回る需要があるわけであります。で一方、ARF エキシン旅行装置、あるいは KRF 露光装置については、汎用半導体の設備投資について、やはり削減する動き、ですね、抑制する動き、これが出ております。やはり世界的な景気後退に伴いまして、特に民生品向けの半導体。 パソコンやスマートフォン向けの半導体、あるいは家電製品向けの半導体で需要が減ると。 こういうことが出ておりまして、それに応じて設備投資を抑制する動きがあるわけであります。これについては、先般の TSMC の決算レポートでもお話しした通りなんですけれども、これはですね、24年12月になりますと、今度は昨年8月にアメリカで成立したチップス s 4ですね、これの補助金がおそらくこの春にも第1弾の交付があろうかと思いますので、この補助金による設備投資の増加、そしてハンドル 増増資需要の増加、これが24年に入りますと、出てくるだろうというふうに思われるわけでありまして、まあ、このあたりの効果を考えますと、24年12月期、これは高い増収率増益率ですね、だいたい24%なし25、25%ぐらいの増収、そして30%以上の増益、これは期待してもいいんではないかなというふうに考えております。 もともと PR は結構高い会社であります。もうこれは当然でありまして、この半導体の未来を決する EU 武力行装置、これの100%独占企業であります。値上げはちゃんと通ります。そういうことで言いますと、ですねやはり PR については結構高いものがありますが、この高い評価、これは今後も続いていくだろうというふうに考えております。 はいということでですね今後6ヶ月から12ヶ月間の目標株価ですが前回770ドルといたしましたこれを850ドルに引き上げたいと思います今期来期そしてその次もですね 高い増収率20%以上の増収率とおそらくは20%から30%以上の営業損益これが期待できるであろうというふうに考えておりますそして今の高い PR 高い評価がこれからも続くというふうに考えておりますので今回は目標株価850ドルというふうにしたいと思います引き続き中長期で投資名読みを感じるメーカーであります 次がディスコであります。回路を書き込んだシリコンウェア派を四角にチップに切るダイサーですね。それからシリコンウェア派の底面を削って薄くするグラインダー。この2つのマシンが主力製品ということになりますが、各々市場シェアが70%から80%というトップ企業であります。 このリスクもですね営業利益率が大変高い会社であります。ただ、ですね第3四半期、ここ23年3月決算でありますが、第3四半期、10、12月期でありますけれども、業績の伸びがガクンと落ちました。これですね、当初出していた会社予想よりも低い伸びということになっております。で研修が遅れたということになります。 そして第4四半期の会社予想でありますが、今度はです、ね、これまで出荷は大変好調だったんですけれども、この出荷も減少してしまうということで、1年前に比べますと、減収減益、そして第3四半期に比べてもほぼ横ばいの業績になるというのが会社の見立てであります。これがディスクの売上高と出荷高の四半期ベースのトレンドを見たものであります。出荷したもののを相手の お客さんの工場で研修して、研修後、ですね収益認識をするということになりますので、それが売上高になります。四半期ごとに、この研修の進む、進まないがどうしても出てくるということになりますので、売上高については結構このジグザグがある、ジグザグを伴いながら上っていったわけなんですけれども、鈍化してきたということであります。 この出荷については、ですねこの会社の業績トレンドを一番よく表しているだろうと思います。22年3月期の第2四半期を続といたしまして、約3年間上昇基調になったんですが、どうも第3四半期がピークであって、ここで一旦天井を打ったかなということであります。やはり一般的なロジック半導体の需要が今、減っているということでありまして、集積回路向けのですね、 第三グラインダーの需要が減ってきているということでありますただ一方でですね、第三四半期まで大変好調な出荷が続いたという背景にはパワーハンドタイム系それから研究開発用の設備への投資こういうものもあったと まあ特にパワーハンドタイム系のダイサーグラインダーが活発に出荷されていたという傾向があります。従来ですね、こういう後工程といいますけれども、そのウェーハーを切ったり、あるいは出来上がったチップをテスターで検査すると、この後工程というのは、 半導体の需給関係に従って非常に激しく売り上げが変化するものであります。ただですね、最近はこの集積回路だけではありません。バー半導体のように。 えー、結構、その修正回路以外にもいろんな用途で目立つ需要が伸びている半導体が出てきておりまして、えー、そういうものもディスコの製品の切る対象になるわけであります。このダイサムグラインダーもですね、半導体の出荷金額よりも出荷個数ですね、数量に結構連動する傾向がありますので、この数量が伸びてると。 ということになって、いろんな種類の半導体が世の中に出てくるということになりますと、ディスコの出荷というものも昔のように激しい変動があるというわけではおそらくないのではないかなというふうに考えております。とりあえずですね一旦ディスコの売上出荷 額にについいいててはです、ね、ピークを打ったのかなとううふうに考えているわけでありますで最近の傾向といたしまして、もともとディスコの主力製品というのは、台ーですね、回路を囲んだシリコンエアーを四角いチップに切り出す装置でありますが、これがやはり大きかったわけなんですが、最近はです、ね、このグラインダーというシリコンエアーを薄く削る装置ですね、これが堅調に伸びているということであります。 あと、精密加工ツールというこの紫のグラフがブレードであります、あの刃であります、消耗品であります。こちらがまあこれまで堅調に伸びてきたんですけども、やはり汎用半導体中心にです、ね、半導体需要が落ちてきているわけでありまして、この精密加工ツールの売り上げが第三半期から減少に転じているということであります。 では、どこまでですね出荷額が落ちていくのかということなんですけども、第4四半期については、特に量産用の集積回路向けが、まだ一段と減少する、そういう見込みであります。一方で、パワー半導体はおそらく伸びは鈍ってくるだろうと思いますけれども、高水準であると、堅調であると。 とといいううこででありまますすので一定の下支えにはなろうかなろか思いますそれから半導体の需給全体を見ますと、これも先輩の TSMC の決算、レポートでお話ししたことでありますが、TSMC はこの1月から6月までがそこであると、生産調整をすると、そして下半期から回復に向かうと。 そういうことでいいますと、1、3月かあるいは4、6月かのどっちかで、ディスコの場合ですね、この半導体の需給関係に沿って製品が売れていく傾向が強いです。そういうことで言いますと、おそらくは4、6月期がディスコの出荷の底であるのではないかなというふうに考えております。それからですね やはり今年の後半から半導体のデバイスの需給関係、これが上向いていて、おそらくそれと同時に、設備投資も,もう上向くなろうと思います。先ほども s m l のお話の時に申しましたけども、さらにその先の24年、25年ですね、これ、チップ総補助金の効果、それから3ナノの増産投資。 これが今進んでいるわけであります。さらには2ナノの新規投資が24年から本格化するだろうというふうに考えられるわけであります。まあ、それに並行してです、ね、メモリーが回復してくる可能性もあるわけでありまして、まあ、そういたしますと、歴年で今年の後半からディスコのダイサー、グラインダーの需要も持ち直してくるのではないかなと。 いうふうふに考えておりますどちらかというと、ですね今回の第3グラインダーの需要の調整ですね、これは長期化して深いというよりも、そこが浅く短期間で回復していくのではないかなというふうに、今のところ私の方では考えております。まあ、そういった見方で、業績予想を立ててみたわけであります。 会社予想については、ですね今期、前期に比べますと、大幅に業績が鈍化するという形になろうかなと思います。で来期24年3月期については、私の方ではほぼ横ばいなんですが、減収減益は多分、通期ではないんではないかなというふうに考えております。うん、1> 第1、3期、第2、3期では、おそらく減収減益、ただ、そんなに大きな深い 谷を作るようなものではなくて、比較的浅い減収、減益ではないかなと思います。で、第2四半期あたりから底打ち反転してくるということですね。王族はおそらく第1四半期、4、6月期で、築月期から回復してくるのではないかなというふうに考えております。一方ですね、あのディスコの場合、円安メリットが今期出ておりますので、今の為替レート 5 3 0円前後でありますが来期も続きますと数十億円規模でですね営業利益に対して円高のデメリットが出てきますまあそういうことを考えますととりあえず通期ベースで見ますと来期の増益率についてはかなり鈍化、一桁でほとんど横ばいかなというふうに考えております まあそういうことにはなるんですが、株価を考えますと、ですね実はもう半導体設備投資全体の調整というのは、もうこれ、すでにどこも行っているわけでありまして、ディスコの決算を見ても、ですねやはり後工程もこの調整には入っていくということであります。そういう意味でいうと、まあ、決算発表後、株価は下落はしているんですけども、下り込んでいくのも早いんではないかなというふうに考えております。 ええー、ということでですね、あの目標株価は前回4万7000円というふうにいたしました。えー、今回これを維持したいと思います。えー、目先の株価は今回のような業績の減速によってですね、下落すると。 下落、まあ、しているわけなんですけれども、そういうことになろうかなとは思いますが、どこからで多分買い場は来るんではないかなと思います。中長期で考えると、一定の投資み味みがある会社ではないかというふうに考えております。まあ、これはあの中長期投資ということで、ありますとということで今回は ASML ホールディング、そしてディスコ、この2銘柄を取り合いました。 えー、この動画、ご評価いただけるようでしたら、いいね、えー、そして登録をお願いできると幸いでございます。えー、今回はご清聴ありがとうございました。